ぱい食べるとみんな太るっていうイメージ持つけど、ご飯食べた方が翌朝体重減ってるんですよって。ねえ。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは岡田明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いつも明子さんって呼ばせてもらってるんで、はい、ここからは明子さんで、はい、いきたいと思うんですが、明子さんは、スポーツダイエットの代表であり、はい、管理栄養士さんですね。はい、そうです。はい、そして食アスリート協会でシニアインストラクターという資格を取ってくださり、今や食アスリート協会の認定講師ということで大活躍をしてくださっておりまして、はい、さらに健康食育シニアマスターも取ってくださってるっていうところで本当にいろんなところでお世話になっております。ありがとうございます。はい、普段はスポーツをする人とか、はい、まあ、一般の人も含めて、うん、食事でいろんなサポートをするっていうようなお仕事をたくさんされているということで、はい、今日はいろいろ話を伺っていきたいなと思ってるんですが、はい、何でも管理栄養士っていうことで、はい、食栄養の専門っていう、ね、立場なんですが、はい、でも先ほど私 あまり今まで認識してなかったんですけど、うん、体育科学修士をお持ちだということで、うん、はい、本当にもうスポーツ運動という分野にどっぷりなんですね、うん、スタートはもう体育の方ですから、うん、管理栄養士の方が後付け、ね、40歳で管理栄養士デビューってすごいですよね、はい、とても遅いデビューです。いやでも大人になってからこの資格取るのって結構ハードル高いと思うんで、すごいです。今そんなアッコさん、市民ランナーでもいらっしゃるということで、はい、もう私いつもアッコさんのフェイスブック見ててめちゃめちゃ走ってるっていう印象で、結構大会も年間何回ぐらい出てるんですか、うん、フルマラソンで2本か3本あとはハーフとか、うん、まあ、夏場とかだったら5キロとか10キロとか、よく出てる人に比べたら全然少ないです。そうなんですね。ほぼ毎日のように走ってるっていう感じですか。収録ですね収録すごい。1日に走る距離ってどのぐらい。日によってやるメニューが変わるんで、うん、例えば平日とかの短い時間帯だったら10キロ前後、うん、で短くて10キロ。すごい。で週末に、まあ、ロング走するときは今の時期だとやっぱり30キロとか、長くて35キロ。30、 30、 30、もうほぼフルマラソンじゃないですか。ほぼすごいですね。やっぱりそんなこうスポーツ自分がね頑張るっていうところから食に興味持ったっていう感じですか。そうですね。体育科学の修士取った後は企業で仕事してたんですけれども、うん、その時にフルマラソンを始めて、なんかやっぱりこうもっと人と関わってこういった食のこととか伝えられたら楽しいかなって思うようになり、まあ、私自身も体調崩したりっていうのがあったので栄養士取ろうかなって。なるほど。運動とかをいっぱいしてる人、ランナーさんとかってすごく健康的なイメージがあるんですけど、実際には結構体調悪かったり怪我なんかも多くてっていうケースが多いですよね、うんうんうん、本当に大会に楽しんで出られる方とかはそんなにこう怪我も少ないし体調もいいですよっていう方多いんですけど、うん、私はどちらかというと記録を狙って走るので、うん、どうしても極限を目指してこう体をこう究極までこう追い込むみたいな。そこまでオーバーじゃないんですけれどやっぱりこう記録を出したいって思いながら走ると、うん、全体の練習の質も上がるし距離も長くなっていくんで、まあ、よくあるのが貧血、うん、それから体重のコントロールするのにいろいろ食事を模索したりだとか、フルマラソンとか走った後はすごく免疫が落ちて病気になりやすかったりとか、本当あんまり体に良くないんじゃないかって。やこさんも結構ランナーとして頑張りながらもいろんな体調不良があったっていうことなんですね。そうですね。もう本当に貧血が何度もあって、うん、走ってなかったら全く貧血にはならないのに、普通に暮らしてる分には貧血でもなく健康体 でもじゃあ走った時に貧血になるっていうのが、まあ、判明したのが多分30超え
った時、うん、おそらくそこから振り返ると、あ、学生の時もまあまあ貧血やったのねって思い返せば、気づいてなかったって、うん、その時は多分そんな血液検査とか、うん、指導者も大学の時はいなかったのでよく分かんなかったっていうのが実際のところです。でも今運動してる学生さんとか、はい、あとは趣味で市民ランナーとかしてる人の中にも、うん、そういう人いっぱいいそうですよね。絶対います。ねえ、マラソンをやる人は、うん、貧血がこれぐらいの値だったら当たり前って思ってる方も多いんですよ。なるほど、うん、それはいや、もっと本当は良くなるはずって私は思うんですけれども、うん、それを放置して走る方に頑張っちゃうっていうのが現実かなと思います。なるほど、うん、そんなとこから栄養士になられて、うん、体調の変化とかやっぱ食事でこう、あ、違うわみたいなことってありました？貧血のためにこの栄養素が必要だとか、うん、そういうことは分かるんですけど、そのせいかわかんないですが、やっぱりおかずを中心に食べちゃうんですよね。あ、やっぱりいろんな栄養素取ろうみたいになると、うん、たくさんそっちを取るからご飯までたどり着かないというか、うん、でこれ以上ご飯をこれに食べたら太るんじゃないかって思っちゃうんですよね。やっぱりランナーさんとしては長距離やる人たちってみんな体重増やしたくないってすごくね、うん、体が重くなるのが嫌だっていう方多いですよね。多いです。うん、私もすごい体重の増減が激しい方だったので、うん、どうしてもこれ以上増えちゃいけないってい こう脅迫観念みたいな、うん、でやっぱりその時はご飯は太るっていうイメージだったってことですね。うんうん、そうですそうです、まあ、栄養さんにもそういう人多いですもんね。多いです多いです、ね、パン食べるのにねよくあるパターン。でそんなじゃあ、まあ、栄養学も学び、うん、自分のこう体調コントロールなんかも、うんうん、栄養という観点で見ても、うん、まあ、実際結果を出すのは結構難しかったっていう感じですね。うんうん、そうですね、まあ、もともとそんなにジャンクフードとかも好きじゃないし、うん、きちんと食べる方だったけど、食事としては健康的な感じ、うん、そうですね、おそらく一般の方が見たら、うん、すごい健康的じゃんって思うものなんでしょうけど、うん、前と後で何か変わったかって言われるとそこまで変化がない、うん、まあ、一般的に栄養学でスポーツ栄養の世界では、はい、栄養フルコースって言って、はいはいはい、まあ、結構おかず何品もっていうパターンですもんね、うん、あれは私見るだけでうわこれ毎食毎回やるの大変だなって思うんですけど、でもやっぱりそうやっておかずをいろいろ取ることがバランスがいいっていうのがまあ一般的な認識ですよね、うんうん、そうですね、まあ、私たち市民ランナーってやっぱり普段別の仕事してたりで、その中でやりくりして時間作って走ったりするのに、あの数を揃えるっていうのはいや大変ですよね。なかなか面倒くさい、一言で言ったら確かにだって仕事して、そしてさらに毎日のようにこうやって運動するだけで、うん、結構忙しいですもんね。そうなんですよ。で友達なんかでもやっぱり子育てしてる人もいるし、残業とかも多い人もいるし、うん、そんななかなか無理な話やなっていう。その中でも、まあ、栄養学ね、うん、勉強してプロとしてこう、うん、いろいろやったけど、うん、そんなに変化わからないっていう中で、うん、あこさんと出会ったのって10年ぐらい前ですかね。ちょうどそれぐらいですね。10年か。初めて会った日をもう鮮明に覚えてます。私東京駅のパン屋さんのカフェでお会いしていろいろ話してた時に、うん、私はお米でこう、はい、体が変わるからやってみませんかってお伝えした時に、最初の印象ってどうでしたか？なんか元気な人やなと思いながらその時のあこさんの反応というか、うん、イメージ印象としては、お米そんなに食べて体重くなるのが嫌だとか、うん、本当に大丈夫みたいな、ちょっと心配してるような反応だったなっていう記憶なんですけど、うん、でもその後リセットプログラムをやってみるっておっしゃったんですよね、うんうん、とにかく効果があるんだったら何でもやりたいっていう方だったから、うん、とりあえずやってみようっていう。その辺のフットワークの辛さはさすがですよね。軽いですねそこはね最初にリセットプログラムをやってみて、それまでとお米食べる量はかなり増えたっていう感じですね。相当増えましたよね。多分あの時の食べた量一食半分も食べてたか食べてなかったぐらいなんで、でもうお米を食べる量は今までの倍ぐらいになったっていうことですよね。それでやってみた結果ってどうでしたか？
特に体重の増減は若干減ったぐらいの感じ。ご飯の量それだけ増やして、うん、ほぼ変わらないか若干減るってすごいことですよね、うんうん、ああ食べてもいけるのねってこれぐらいいっても全然使えるんやっていうのはありましたね。それでなんかこう走った時とか体調とかには違いありました、うんうんうん、リセットの時は最初ちょっと眠気が来たりとか結構あったんですけど、だんだん朝起きた後のランニングでの体のだるさがすごいなくなったんですよ。それまでは結構だるかった。もう毎日走りに行ってすぐ坂道があるんですけど、うん、しんど、あ今日もしんどいって朝一なのに体をしんどいと続けられることだけで私はすごいって思っちゃうんだけどそれが、うん、あれなんか気づいた時にはこんなだるくないんやって、あこれは前日の夕ご飯のせいってなんとなくそれに気づいてっていう。それまでは夜にはご飯あんまり食べてなかった。食べないかもうほんと 100g 以下ぐらい。あめちゃめちゃ運動してんのにこんなちょっとでレース前とかはすごい夜とかもしっかりご飯とか食べるから、うん、翌朝だるいとかはなかったんですよ。で、あの時と一緒やと思って、うん、それがご飯お米ってつながってなかったんですね、うんうん、そう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 、ただ単に朝寝起きだし、うん、だからしんどいんやって思ってたんですけど、いやそう思ってる人結構多くて疲れるのが年のせいだとか、うんうんうん、そういうふうに思ってる人結構多いですよね、うんうん、多いですね。夜こんなに食べるんですかって言われることがやっぱり多いです。うん、でもやっぱり食べたら体はちゃんと応えてくれるというか、うん、変わるってことですよね。そうですね、食べた時の方が翌朝の体重がしっかり減るっていう、うん、それね夜いっぱい食べるとみんな太るっていうイメージ持つけど、ご飯食べた日の方が翌朝体重減ってるんですよ。ねえ、これはなかなかこう、うん、世の中の一般の認識ではわからないところだけど、うん、この夜に何をいっぱい食べるかっておかずをいっぱい食べると太るんですよね、うん、そうですね。ご飯食べると翌日減るっていう、減ります減ります、ね、これは本当に、うん、みんな知ってた方がいいよって思うんですよね。前夜から減りますよね。で、まあ、食アスリート協会で勉強してくださって、うん、お米生活理論みたいなのをがっちり勉強するじゃないですか、うんうんうん、その前の栄養学で栄養士として勉強してた時と考え方とか、うん、なんかその辺で変化ってありましたか。食アスを学ぶ前は、うん、一つ一つの栄養素とか、うん、カロリー、エネルギーをどちらかというと重視して、うん、きっちり献立を作るっていうイメージだったんですけれども、うん、そうですよね、うん、まあ、だから皆さんアスケンとかアプリに一生懸命入力して、うんうんうん、栄養素のバランス見たり、うん、カロリーがね、あ多い少ないってすごくやるじゃないですか、うんうん、いわゆる栄養学で考えると、うん、それが一般的ですよね、うん、それが、まあ、私にとっても普通だったんですけれども、こう食アスに行ったらすごくざっくりしててカロリー計算なんかいらないよみたいなもう6対4でいいんだよみたいな感じで、でも確かによく考えたら、うん、それは毎日食事変わんのにいちいちそんなことに気にしてたら、うん、毎日の食事楽しくないやんって思ってきて、うん、ああもうそんな細かいことよりもうざっくりご飯のこの量、おかずこんだけみたいなので、バランスをこう見た目でこう整え、うん、あとやっぱ食べ方とか ね、 そうですね、この辺ですごい変わるじゃないですか。変わります。うん、どっちかっていうと早食いだったんで、うん、あもうほんと最初は直そうと努力、うん、時間がかかって、うん、噛むことってこんなに変わっていくものなんやっていうのを時間が経てば経つほどやっぱり感じますね。で、まあ、いろんな方のサポート今されてるじゃないですか、はい、食事の内容が良くても、うん、食べ方悪い人って本当に結果出ないですよね。多いんですよ、それこそ以前寮の食事とか見てたりしてても、うん、きっちりもう本当に整った食事になってるのに、うん、ものの5分10分で、うん、それはやめてってもう今日本全国そう早食い時代だなと思ってて、めちゃめちゃ早いですよね。みんな早いです。栄養素とか数字計算っていうところに意識が向くんじゃなくて、うん、食材の組み合わせとかバランスとか食べ方っていうことの方が
結果出ますもんね。出ます、本当に楽だし、ね、おかず1品だけとりあえずあれば、うん、あとお味噌汁でなんとかなる、であとご飯しっかり食べよう、うん、あっという間にご飯作れますね。作る側からもいいですよね、うん、計算上数字が合ってれば、うん、一般的にこうおやつ食べたりとか、うん、そういうことも結構ね、OK なイメージですもんね、うんうん、食事を減らしておけばここで間食食べてもいいかなと思って、うん、結構甘いもの食べたり、私菓子パンとか大好きだったんですよ、うん、それを食べるために他を減らすよくあるよくパターンで、おやつ食べたから夜のご飯抜くとか、うんうんうん、でもご飯食べ始めると、うん、お腹いっぱいになっちゃうんで食べなくなるんですよね。あ、そうそう、間食をしたいっていう欲求自体が出てこなくなりますよね。減ります、ね、でご飯をちゃんと夕食とかも昼食で食べたいから、うん、あ、やめとこってなったり、夜ご飯美味しく食べたいなとかいう風になってくる、ね、中途半端にここで食べるとお腹空かなくなるからやめようみたいな感じになって、それがもう圧倒的に減りましたね。すごい、思考と体ってつながってますよね。食わすで学んだ考えることと食べ物とっていうのはもう一緒なんだなっていうのはつくづく感じてますね。よく砂糖には依存性があって、うんうん、それでこうもうやめられないって言うけど、うんうん、ちゃんと食事をとってないからやめられないんじゃないのっていうふうに、甘いもの大好きでやめられないって言ってた人がご飯食べたらスッて変わりますもんね。やめますね、うん、それはもういろんな方サポートしてた中でもほぼ同じです、うんうん、砂糖に依存性なんかないよって私は思うんですよね、うん、食事の量です ねそんなに砂糖を悪者にしないでっていう感じがしてます。ランナーでこうやっぱ体重管理にすごいこう気を使っていらっしゃったってことですよね。で結構増減もあったっていうことで、まあまあ大きかったですね、うん、そうするとやっぱり増えた時は食べるの減らすみたいな感じになっちゃいますよね。どちらかというと私は市民ランナーの方でもちょっと大きい方だと思うんですよ。シュッとしてますけど割とこう増えやすいし、うん、ね、市民ランナーで速い人とかみんな細いからいいなっていうのはすでにあったし、うん、もっと減らさなきゃって、そうありますね。でそれがあったのがこのご飯をたくさん食べるようになってあんまり気にならなくなっちゃって、いやこれそんなに変えたところで何か変わるかなみたいな、それよりちゃんと食べれてちゃんと練習できてたらいいんじゃないかなって思うようになったんです、うんうん、で割とこうざっくりするようになった、細かくこだわらなくなったっていう、うん、なんか思考の変化もあった感じですね、うんうん、そうですね。練習をきちんとできてたら走れるんだし、うん、じゃあそれに合った体になっていくんじゃないかって思うようになって、あ、痩せればいいっていうだけじゃないんだなっていうのを、うん、自分の中でこう折り合いがついていったというか、そうすると体重とかにこだわらなくなりますね。なりましたね。確認はしますけど、うん、まあいいかって。あ、でもそれって楽ですよね。楽です、自分自身が、うん、もういちいちこう数字にっていうよりも、あ、まあ、この練習大体してたらこれぐらいにはなるかなっていうのが分かるようになったんで、自分の体とのこうなんか会話ができてる感じですね、うんうん、そうですね、うん、でも大体それで調子とかも分かるし、うん、あ、このぐらいだったら、あ、これぐらいは走れるなとか。なるほど。じゃあそうやって思考が変わったり、うん、食生活にもいろいろこう変化があって、まあ、おかずよりもご飯主体で間食とかもあんまりしなくなったっていう風だと、うん、心や体の変化も結構、うん、あったのかなって思うんですけど、これはすごい大きくって、すぐにはなかなか出なかったんですけど、うん、1年ぐらいやってた時に体温がまず上がったんですね。体温どのぐらいだったんですか？35度0分ぐらい。5度0？ 5度0低っやばいですね。35度台じゃなくて35度、これかなり低いですね。だからもうずっと冷えてるし、うん、手足なんて当たり前で全体寒い。それで走ってるって大変。それが
気付いたら36度以上になってたんです。うーん、であれ 36.5、 あ、これが通常ねってじゃあ 1.5 度ぐらい上がったってことですね。本当に上がりました。すごい。気が付いたらものすごい汗もかきやすくなってるし、うん、冷えって感じがなくなったというか、それも続けてったところである日ふと気づいたって感じだったんですけど、ご飯ってこんなにエネルギーをちゃんと作って熱を作り出してるんだなってつくづく思いました。いやでもそれだけ体温低いって、かなり体のいろんな機能に悪いですよね。怪我もしやすいし、免疫力も低いし、ね、循環も悪いし、もう弱ってますよ ね、 ね。よかった、10年前に気づけて、ね、そのまま10年今、ね、の年になってたらだいぶ違ったと思いますね。今更年期バリバリだと思いますよ、ね。よかった本当に今全然本当にこの年でこんな元気で大丈夫、うん、ってすごい。他はどんな変化がありました？生理痛、20代の後半から30代前半ってすごいひどかったんですよ。30代半ばぐらいまで、もう出血も多いし、もう塊みたいなの出るし、下手したらもう1日目2日目寝込むみたいな。貧血なのにさらにいっぱい出ちゃうってめちゃめちゃ辛いですね。すごい量だったんですけど、だん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 なんかこれも気がついたらなんか前より楽ねってなって、痛かったりはするけどこう寝込むほどもいかないし、ドーンと塊が来るような感じでもなくなった。それは大きいですね。こうずっと続けてた時、ある時、あれそういえばなんか楽になってるなって。でもその冷えが解消したっていうのも大きいでしょうね。大きいと思います。体が冷えてるとやっぱり生理痛も多くなりやすいし、そうですね、血流がね、なんせ滞ってたんだろうなと思って。やっぱり今ね、50代になっても元気でいるっていうのとすごい関係してる気がする。本当にもう今ね、50代ぐらい、このぐらいの年代の方って更年期がとか、ホットフラッシュがって言われるんですけど、何にもないんですよね素晴らしい。何年かの中でなんでもう少し早く変えなかったんだろうってすごい思います。あとなんかこう見た目の変化とか、そういったとこもありますか？体脂肪の増減がやっぱりあんまり変わらなくなってきた。あ、結構アップダウンが激しかったのが安定したっていう感じ。あのオンシーズンとオフシーズンで、まあ、結構差が、まあ、食べる量とか食べ方とかもかなり関係してたと思うんですけど、すごいこう変化があったんですけれども、思ったよりそれがこう変わらなくなった。で、自分ではあんまり気づいてなかったんですけど、やっぱり周りのランナーの友達とかに痩せたよねって言われるようになって、あ、そうなんや。引き締まったって感じなんですかね。多分見た感じで言われてるんで、別に何キロとか言ってるわけではないから、本当に見た目かなと思います。でも嬉しいですね。嬉しいですね。引き締まってね、体脂肪率下がって、まあ、下がりすぎも良くないけど、メリハリある状態で、そうするとパフォーマンスもいいですよね。楽ですね。少々しんどい練習とかしても回復も早いし、であんまりこう40代50代とかになってて痩せすぎちゃうと逆にしんどいと思うんですよ、フルマラソンとかも。だからほどほどのところで体脂肪も維持して走れてるかなと思います。もともとあった貧血の悩みとかはどうですか？これも徐々にやっぱ解消して、まあ、おそらく生理の量とかも減ったっていうのが結構影響してるとは思うんです、それとご飯に雑穀を混ぜてたんで、そっから常に鉄を取れる、その影響かなと思いますが、いつの間にか貧血もグッとなくなりました。今はもう全然大丈夫。全然大丈夫ですね。貧血ってみんなこう軽く見てるけど、血が貧しいって本当にやばい状態ですから ね、エネルギー作れないですもんね。でやっぱりちゃんと細胞にエネルギー届ける、酸素届けるっていうのがうまく機能できないわけだから、
本当に細胞の老化も進んだり、うん、病気のリスク高いんでね。高いですね、うん、で痩せにくいっていう人はこの貧血の問題も結構あるかなとは思います、ね、まあ、エネルギー消費自体が少ない体になっちゃいますもんね、うんうん、そうですね、うん、そもそも酸素が回らないからエネルギー作れないっていう状態になるんで、気がついたらそういえばしばらく貧血ないなっていう、うん、じゃあもう走ってても貧血ならず、うん、あ大丈夫です。すごい、ほんといろんな変化、はい、そうすると走るのももともとお好きですけど、うん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 、さらに楽しく走れますね、うん、やっぱりそういう体調不良がないと走りに行くのも元気に行けるんで、うん、やっぱりああよかったなって思いますね。そんなあこさんが1本目ではちょっとこう、ね、体験談としてお伺いしましたけど、うん、今はたくさんのサポートをされているということで、うん、2本目ではお仕事のお話をお伺いしたいと思います、はいはい、走る方、運動量が多い方はぜひあこ先生に見てもらうと劇的に体も変わるしパフォーマンスもね皆さん変わってますもんね、はい、お米を食べるっていうことでやっぱりエネルギーを作り出せるのでぜひいっぱい食べてください。では次の動画もお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。